韓国政府の日本ホワイト国除外で広がる余波がネットで話題。内容はこちら。韓国政府が日本のホワイト国除外について説明したようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。韓国産業通商資源部のソン・ユンモ長官は16日、ホワイト国輸出管理の優遇対象国から日本を除外する戦略物資輸出入港時改正案の告示前に日本側に事前通知しており、必要なら追加の説明や協議など日本が望む方式で行うと Facebook に投稿した。ソン長官は12日に戦略物資輸出入港時改正案を発表する際に、日本が対話を望むなら応じる用意があるとの立場を示している。また韓国のネットでは、日本は3つの物品の行方がわからないとの名文はあるが、こっちには何の大義名分があるの。ホワイト国の指定から外れると海苔、わかめ、ヒラメが食べられなくなって日本人は餓死してしまうからかわいそうだね。キムチが食べれなくなるって日本人がブルブル震えているだろうな。ところでホワイト国から日本を除外すると何かのダメージを与えられるの、など様々な声が巻き起こっている。ホワイト国の指定から外れると海苔、わかめ、ヒラメが食べられなくなる。まあ韓国が日本をホワイト国から除外したとしてもこの程度ではないでしょうか。では次にネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。海苔、わかめ、ヒラメは国産しか食わないし自国でも取れますので問題ありません。ごもっとも、日本産で十分です。次はこちら。韓国の海産物とか金もらっても食べたくねえ。そうですね、韓国海苔はいろいろと嫌な噂を聞きますからね。ゆるパンダは絶対に食べないようにしています。次はこちら。まるっきりなくて困らんものしかなくて草、むしろ買うときない方が助かるんだが、全部代替が効くんだがわら。多分韓国のホワイト国除外で日本が困るものはないと思います。最後はこちら。韓国産は避けてるから影響なし。まあ今でさえ韓国産を避けている日本人は多くいるのではないでしょうか。結果的に影響なしということですね。結論、韓国人のネットの反応でも、ところでホワイト国から日本を除外すると何かのダメージを与えられるの、と疑問の声が上がるほどです。日本人は同じ考えです。何も影響はない。もちろん韓国政府も分かっているとは思いますが、強がっているのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。